いいとこでしょ、ここ。いいとこでしょ、ここ。いいよね。いいよね。ここね、周りがね、今刈られているんですね。まあ手入れをしているんでしょう、ずっとね、もうずっとほったらかしにしとけばものすごい勢いで草が生えてきてしまうので、ここはね、お手入れされている最中でございます。まさかね、私がここに住むわけではございませんけども、まあこういうところやっぱりあるといいですよね。まあ普段から私こういうところはね、来たいと思って来なきゃ来ないんですけど、やっぱり来るとね、落ち着くというのはありますね。今のところはもう本当に、手入れをされている状態なので、まあ、実はこの中の方は、入ってみることはできませんけど、これが落ち着いたらね、ちゃんと中の方も見ることができるようになるはずです。以前来た時はね、建物というか、この、革靴屋根のなんか蹴っ飛ばしたらすぐ倒れそうな、これもね、中入って一応見ることができたので、まあ今回はね、たまたまちょっとこうやって手入れをされているので、まあ危ないんでしょうね、何かしら置いてあってね。まあなので中見ることできませんけども、ただね、中を見てもまああまり面白いものではないですね。特にね、中に何があるというのではないんですけど、ただやっぱりこういうとこはね、落ち着きます。草の香りがね、すごいいいですね。特にもう今買ったばかりで、草をね買ったばかりで、すごいね、草の匂いがプンプンするんです。プンプン。で、足元もふかふかでね、これ歩きやすいし、膝が痛い人もね、これ歩きやすい。ただ足を取られてね、転ぶ可能性があるので、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、ただやっぱりね、気持ちいいですね。今日ね、もう10月の下旬に差し掛かっているはずなんですけど、気温が20、最高気温7度。ということで、ここに来るまでにね、やっぱ汗だくになってしまいました。私の相棒もね、えっこらえっこら来たんですけど、まあなんせね、急激に、昨日までは本当に涼しかったんですけど、今日また少し暑くなって、上着をね、私脱いで今歩いています。まあ、ここまで暑いのも珍しいなっていうぐらい、本当10月下旬に差し掛かったこの時期で27度っていうのはね、まあ、ちょっと異常かなとは思います。まあ、ただ曇りなんでね、まだマシですけど、でこのあとなんか雨がね、若干パラつくような感じらしいです。なのでこっちまで来て雨がパラついてもちょっと困るなっていうことなんですけど、まあ、とりあえずね、こういったところには一度でも宿泊してみたいですよね。どんな感じなのか、まあ、もちろんそんなことはここではできませんけども、まあ、ただ快適だなっていうのはなんとなくわかりますね。まあ、この辺もね、ずいぶん昔からあるんですよ、ここは。まあ、ただそこまでね、人が平日は多くないので、まあ、休日になればね、いろんな人が歩いてるんでしょうけど、まあ、今日もね、まあ、日課にしているランニングをしている人はいましたけど、まあ、それ以外は散歩をして、犬の散歩をしている人がちらほらいました。それぐらいですね。はい、なのでね、ここが私の住む家ではございませんが、まあ、こういうところにもね、一度ちょっと、もし機会があるのなら宿泊してみたいなと思いますけど、もしね、どっかあるっていうのが、知っている方がいらっしゃればね、ちょっと教えていただけると、そちらの方にまで足を伸ばしてね、楽しみたいと思います。まあ、とりあえず今日は中見れなかったんでね、そろそろ帰りましょう。風も冷たくなってきたんで、一旦雨降りそうな気配はね、するので、降られる前にちょっと近いところまで行って、雨宿りができるところまでね、ちょっと行ってみようかなと思います。ではまた。